棒測るという字ですね。まず短い縦、右上がりの位置、上よりも短めで2本の横線、間隔角度を揃えて下は四角に近い口を書きますね。だいたいこの角が一緒ぐらいですね。じゃあ横のこの位置、2画目の線よりも長めに持ってきて、これを3等分する形で、左3分の1から右3分の1あたりから間隔角度を揃えて、上よりも少し長め、中心から縦で抜きます。少し残したところで45度45度で払いますね。